前回のあらすじ。諦めたらいけません。必ず倒す方法はあるはずです。無駄だよ。サーレイン、奴らの希望をへし折ってやれ。また消えた。ふふ。絶対絶命だな。さあ、どうする？リナ様。どうした昨夜？私に考えがあります。考え？はい、ルシファー様。もう少しでこいつらを倒せます。待っていてください。昨夜、考えって何？リナ様、チルノを召喚してくださいませ。え、チルノを？でも召喚はすごいパワーを使うから、召喚はできてもすぐどちらかが消えちゃうよ。少しだけでいいんです。それならできるけど、どうするの？リナ様の能力の合体を使ってください。そして私とチルノを合体させてほしいんです。なるほど。確かにそれならレインと戦えるかも。やっほー。うぐぐ。やはり二人はきつい。すぐに合体始めるね。よろしくお願いします。ふふ。存分に合体するがいい。レインに勝てる者などいない。相手合体を待ってやったんだ。楽しませてくれよ。なんとか成功したみたいだね。リナ様、聞こえますか？おう、チルノ、成功したみたいだよ。それは良かったです。さあリナ様、今こそイブリースを倒しましょう。随分待たせてくれたが。なるほど。確かに面白いことになりそうだ。さあレイン、行け。させない。なんだと？さすがにすごい威力、でも問題なさそうだね。それでは今度はこっちの番です。させるか、レイン。水のバリア、昨夜、チルノ、行ける？はい。これは、レイン。おい、レイン。レイン。今だ。やめろー。レイン。そんな。イブリース。お姉さん。イブリース、レイン。いや、お姉さんはあなたを守るため。あなたが間違ったことをしているとわかっていたのに、あなたを守るために戦ってくれた。その気持ちを忘れないでください。女神。いや、女神様。ルシファー様を助けてあげてください。ルシファー様はおそらく天界を襲いたくなどないはずです。だからどうかよろしくお願いします。よろしくって、イブリース？いでよ。イブリース。そんな。嘘でしょ。こんなことって。昨夜、チルノ、先に進みましょう。イブリースのためにも、リサを止めなくては。ここまでのご視聴、ありがとうございました。本編の方はお楽しみいただけましたでしょうか？もしお楽しみいただけたのでしたらこちらのチャンネル登録ボタンを押していただければ嬉しいです。スマートフォン、タブレットの方はこの動画の下にあるこのボタンをクリックしていただければ登録できます。それと、このシリーズをもっと見たいという方は、概要欄に前回の動画と再生リストを載せておきますので、よければ見てください。それでは次回もご視聴のほど、よろしくお願いいたします。